はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もモンスターファーム2プレイしていきます。さあ来ました、覚醒会。めちゃめちゃ強くなってます。能力見ていきましょう。はい、もうこんな感じでねもう最終レベルじゃないかっていうぐらいの育ち方してます。で、今回の育成ですね。前回終了後はですね、重トレは変動床と、プールで、軽トレは射的を重点に育てていきました。そして白銀と黄金桃も与えて、さらに成長させていってですね、ちょっと画像の取り忘れで、すいません、6ヶ月じゃないな、6歳1ヶ月の能力になってしまったんですけど、その時の能力はこんな感じでした。もうライフ以外は700超えてて、かなり強い感じですね。それからは重トレ4つあるものを、まあ、全部やりながら、能力を全体的に底上げしていって、軽トレの方は射的と走り込みで、大幅に上げられない能力の方を保管していきました。そして7歳ですね。もうこの時にはモンストより強いんじゃないかというぐらい、はい、育ってましたね。本当に強かった。そしてまたそれからトレーニングはプールと瞑想、そして走り込みを中心にやりながらですね、積み重ねていって今回です。まあ何歳の誕生日から3ヶ月しか経ってないんですけど、本当にかなり強くなってくれましたね。多分ね、もう少し技減らしてバナナあと1年ぐらいやったら本当にオール999 届いたんじゃないかなぐらいの、はい、感触がありました。やっぱりね、このデュラハンというか2ヶ月に1回重トレ3回できるっていうのは相当大きいんですよね。そしてこいつ激追いなんで、もう大成功も結構出してくれて、それも本当に大きいな。なのでこれぐらい強くなりました。バナナは1年しかやってないんですけど、本当に強いですね強すぎるでしょうぐらいの、多分こいつ最強になるんじゃないかな、妖怪軍団で。それぐらいの、うん、もう強さですね。これから成長していくだろうしって感じで、はい、技の方は変わってないんですけど、もうバンバン名誉剣打っていきますか今回よし、 S 行こう。いや、この後のね、この後のあと4大大会もあるし、レジェンド杯もあるし、その時の能力上昇も合わせたらどれぐらいいくんだろう。かなり強くなることはもう間違いないですね。多分最強レベルかな。さて、オールドフいてくれたいきなりマホローティが逃げ出しましたね、この能力見て。まあそうなるよな。2体までにしてほしいな。2体逃げられたらもう5回しか戦えないから、まあ、多い時は3、4体逃げるんでね、それは勘弁していただきたい。よし、ダフェルちゃんありがとう。さあ、覚醒後初の対決なんですけど、どうだろう。まずもう名誉剣ぶち込んでいくか名誉剣をとにかくぶち込んでいくっていう、とりあえず出すかな。いや、溜めて打ちたいんだけど、打つか。よし、お、182も食らうぞマジでマジで、え、ガッツ99じゃなくても999出る、ダフィエル相手に。やばくないやばくないか、この技。マジか。え、全員999出るってことになるよ、当たれば。マジでそんな強い。確かにこの冥王剣って相当ダメージ的に強いんですよね。赤ライン速攻打ってみるかな。赤ラインだと多分999出ると思う。よし、ちょっとお試しで、まあ打ってくれていいんだけど、これでどれぐらい食らう。おお、200か。200、まあそんなところだよな。じゃあ打つか。64%微妙だな。さあどうだろう。あんまりダメージ食らない。出たマジでガッツも40削ってるんだけど、これやばいな、本当に。とてつもない。いや、とんでもない能力になってしまったかも。まだレベルも19なんですけど、力のもう冥王剣が999出すマシーンになってますねすごいなこれ。ですよね、もう丈夫さ高いやついないもんな、冥王剣。もう冥王剣祭り冥王剣だけで OK、 そんな感じかも。ちょっと敵も技打ってほしいな。ですね、な、当たる。おー、100か賢さも高いね、そんなに食らわないし。あ、でかいな、ジョーカーでかい。なんだこいつ釜もでかいな。
なんか体格的にも武器的にも負けてる。デスラーかわす、あ、 10% だったのえ、デスエナが何パーだったの。ちょっと28か、あ、28じゃない、30ぐらいだったのか。じゃあ目を剣100当たるいや出るよな。あ、ガッツ45も削りましたね。これも多分ガッツ補正効くのかな。45すごいな。相手でも、相手も逃げ出さないんですけど、なんでだろうアホローティー賢かったな今回。もうでも負けまくってるけどあのあと4連敗してるけど、マホローティー大丈夫か。お、プロメテウス全勝か。ちょっとこいつ気をつけないとな。さてどう料理するか。まあ回避416か。冥王剣、あ、でかジラハン意外に小さいんですよね。ヘンガーとかジョーカーがすげえでかいうわマイクロウェーブやばいな。ガッツダウン半端ない。よし貯めていこう。ちょっとダッシュ切りでどれぐらい食らう。あ、170、あ、だいたい多分150か200ぐらいか。これここら辺はダッシュ切りと地走りあたり、あ、ここら辺はダメージ D なんで。目を受け 70% か。打つかな。そうそう打つか。時間も来たし。くらえ、外れても、そうそう、わあ、やっぱりそうそう、外れてもおかしくなった。んーてことはちょっと様子見ようかな。なんだナパームキャノン、あんまり使ってないこれとか。あ、ミスター、無人機打つかあ、やばいやばい、KO しないと。じゃあこれで目を受けやっぱ 2,3 発しか打てないからな。外れるとちょっとまずいことになる。さあこのオルドーフに当たるかですよね。オルドーフどうだろう。こいつはほんと回避だけは高いんでね。回避だけではないんだけど。オルドーフてか負けてるな。オルドーフが S ランクで燃焼してる時って結構絶望ですよね普通のモンスターであれば。さあ邪悪なジャガイモやっつけていきましょう。まあ、冥王剣自体は当たれば999出ると思うんですけど、当たるかどうか。あ、やっぱり地場シーでも 82% なんですよね。ズンパ、うわ、当たるか。 17% だったらこっちも当たるでしょう、謎の理論で。50いってないのか。まあとりあえず打つよ。帰れジャガイモ来たやっぱ出るよな。いや999しか出ないいや、これだけ出ると嬉しいですよね、冥王剣。やっぱり使いたくなる。で最後はザグレフか。こいつもなんか勝ってるな。5勝1敗。じゃあここは5勝2敗にしてあげますか。あ、何気にあの、マホローティーも一勝してる。誰に勝ったんだ？アクアラインか。雑魚同士で。さあ、ザグレフ行きましょう。どうしようかな。なんかちょっと遊んでから勝ちたいな。遊べる技あるかな。ファイボールか大車輪多分一撃だよな。つむじ風も一撃っぽいんだよな。乱れつきかな、打てなかった。乱れつく、どうだ。あ、一発かも。お、よかったよかったもう瀕死の状態で目を受け打ちますか。 63% よし、なんか当たるんだよなやっぱり999。いやもう冥王剣の回ですね今回。最強すぎる。いやこいつとカニ坊主戦わせたいなでもあれか、冥王剣打たないか。もう一撃対決的な。今から楽しみですね。もうで2位はザグレフとプロメテウスのレッドコンビか。うん、よしよし。いやーもう確かな手応え、こりゃ強いですね。技も本当に弱い技そんなにないし、いや今後は本当に楽しみで、能力がどれが上がるかですね。6750円、ゴールドか。人気の方も上がってクリティカル率も上がれば。さてと、能力は
おー、ライフ力丈夫さか。まあ上がりはそこそこいいですね。これなら OK かな。はい、ということで今回覚醒会、いやめちゃめちゃ強かったですねもう S ランクが紙切れのようにもうズバンズバンと倒れていきましたけど、まあ、力自体はねあとレベル1つ上がるんですけど、それでももう冥王剣使えば999回出ないっていう感じでしたね。もうダフィエル相手にも普通に999出てたんで、別にガッツ99じゃなくても、いや本当にすごいな。もう他にちょっと使わなかった技もあるんですけど、どうだろう、もういらないって感じだったもんなこれとこれで OK みたいな雰囲気はあったよ今回いや本当に強かった。でさっきも言ったんですけど、レジェンド杯とあと4大大会もあるんで、それでどれだけ能力伸びるかっていう感じですよね。あと技もね2ついけるかな、意外に余裕があったんで、寿命に2つもしかしたらいけるかもしれません。ちょっと悪技の方は、うん、もう多分これ激用値100だと思うんで、ちょっと難しいかなっていう感じで、はい、まあなんか覚えられそうな技、覚えていきたいなと思います今後。はい、ということで今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全てが気につながっておりますので、よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。